はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも七味実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、ちょっとね遅くなりましたけれども、Steam の最新情報を、話していきたいと思うんですけれども、まあ、そもそも、なぜ土曜日に撮れなかったかというとですね、まあちょっと寝落ちしたっていうのもあるんですけれども、ね、ツイッターでつぶやいておきながらですね、この月曜日になってしまった。しかも月曜日といっても夜遅くなってしまったと。まあね、ラジオ感覚で寝ながら聞いていただければなと思いますが、はい、ちょっとね、今回も割と金曜日が難しくなってるんで、多分土曜日、日曜日あたりに金曜日の分取ると思うので、あらかじめご了承くださいということですね。金曜日がちょうど祭日で、ちょっとね、用事があるので申し訳ないですが、続けていこうとは思っているので、はい、まあ、適当に暇つぶしに見ていただければなと思います。はい、で、今回のトピックはですね、久しぶりですよね。グランドセフトオート最新作発表になりまして、その6ですね、ナンバリングで言うと、それがSteamに来るのかどうかっていうことが、まあ、テーマになっております。はい、まあロックスターゲームスはね、Steamでも配信しているんで、おそらくシカトされることはないと思うんですけど、でもロックスターゲームスがその発売するときと同日に出すかどうかとか、そういう発売時期、まあ、プラットフォームなんか明らかにされてないんですよね。おそらくプレステ5とかでは出ると思うんですけれども、はい、まだ推測の域を出ないので、まあ、どうなるかっていうところですが、まあ、またこのことに関してはまたね、動画のコメント欄でコメントしていただければなと思います。はい、先週ですね、1月29日から2月4日までの Steam 最新情報になりますが、まず Steam 関連の、ニュースですけれども、バルブが、はい、Steam 割引クールダウンを4週間に短縮したということです。はい、これはどういうことかというと、この変更によって1つの割引の終了から次の割引の開始までの間隔が28日で済むようになると。ストア全体で季節ごとに開催される4つの大型セール、旧正月、サマー、オータム、ウィンターを除いて全ての割引の機会がこの28日間のクールダウン期間の対象になるということで、結局そのずっとセールしっぱなしっていうのは Steam で禁止されていて、絶対にこうセール、例えば1週間だったら1週間セールすると、今までだったら6週間そのセールしていない期間っていうのを開けないと次のまたセールに行けなかったんですよね。それを6週間4週間することによって、よりそのユーザーに安いものをこう提供しやすくなるという、もちろんそれはバルブ側が強制してセールするわけではないので、あくまでもその販売元がじゃあ4週間経ったのでいつでもセールしてもいいですよ、1週間限定セールに載せますか、ミッドウィークマッドレスに載せますか、ウィークエンドディールに載せますか、パブリッシャーセールに載せますかとか、まあいろいろあると思うんですけれども、それがまあ大型セールを除いて6週間から4週間に短縮されたということで、まあこれをどこまでじゃあユーザーが意識しているかっていうのはわからないですけど、例えば1週間限定セールで買いそびれた、次いつ やるんだろう、また6週間後になるのかではなくて、まあ1ヶ月後、28日後にまたやってくれる可能性があるということですよね。はい、それによって、まあそのゲームを、まあ、狙いやすくなるという、そういうニュースなんですけども、はい、まあまあまあね、それをどれだけ意識しているかと言われるとあれなんですけども、まあこういうニュースがあったということですね。はい、そして、いよいよ今月、海外では Steam Deck という、Steam ゲームをスイッチのように、まあ、携帯して、プレイできるそのハードが出るんですけれども、その Steam Deck は日本とオーストラリアで販売することに注力しているということが発表されたんですね。まあ、それによって今までその海外版が出た後、じゃあその他の地域はいつ出るんだ、まあ、日本もそれに含まれているんで、結構発売日とか気にされてた方いらっしゃると思うんですけれども、はい、なんと日本をひいきしてくれてるというなんでやねんっていう感じですけれども、で日本は
結局その商標登録がまだ通ってないという審査が通ってないという、話も出てるので、まあ、それが通り次第多分日本で力入れて販売してくれてるんじゃないか。なので日本のユーザーは割と早い段階で Steam Deck を手に入れることができるということになりますね。まあ、もちろんね、海外版をゲットしたければ多分今でも全然いけると思うんですけれどもね、海外版って言っても別にそれがこう英語とかその発売された件の言語でしか使えないということはないので、はい、まあ、ただ国内販売になるとそれなりのね、なんかローンチセールとかメリットあると思うんで、まあ、国内で販売した時に買うのが一番いいと思いますけれどもね、はい。Steam Deck はいつ頃さらに多くの国で購入可能になりますかという質問に対し、他の多くの国や地域での販売については現在最終調整の段階にありますとの回答が記載。そして発表できる確かな情報はまだないとした上で、日本とオーストラリアで Steam Deck を販売できるように特に力を入れて取り組んでいますと、この Steam Deck の質問コーナーに、記載されているということでしたね。はい、まあ、どれぐらいの方が Steam Deck を期待されているかは分かりませんが、まあ、決してね高くない、もうその値段を割と低く抑えてくれたっていうところがありがたい話ですよね。で、まあ、64GB 容量が少なかったとしても、まあね、マイクロ SD さえ買えば容量だけをピックアップすれば変えることができるので、まあね、さまざまな特典はあるんですけれども、 64GB でも十分かなと。まあ、どうせね、メインはゲーミング PC になると思うんで、あくまでもその1つか2つゲームを持ち出してプレイするっていうだけであれば64で十分なのかなと思います。まあ、それはスマホのゲームとかでも一緒かもしれませんね。ガチゲーマーだったらちょっと64では足りない、まあ、今だったら128とか256も出てるのか、はい、そういう容量のやつでスマホもゲーム楽しんでおられる方もいると思うんですけれども、あくまでも Steam Deck の場合はメインがゲーミング PC だとね、そこまで Steam Deck によ、ゲームをダウンロードしなくていいんではないかなというのが、自分の見立てですけれども、まあそれは分からないですけどね、それぞれ人それぞれあると思うので、はい、そういうことが、今回 Steam 関連としてニュースがありました。はい、 Steam Deck に関してはね、もうなんかどんどん明らかになってきて、例えばいろんなハードポータブルゲーム機の画像比較なんかも、動画が出てたりとかして、結構でかいっていうことが明らかになったりとかねしますね。スイッチよりも大きいみたいですね。まあさすがにこう PC を持ち歩いているっていう感じなので、機器はどうしても大きくなりますが、でもこのね、薄さでこのフォルムで、まあ、ゲームができるというのはいいかもしれませんね。はい、まあなんとか日本でも流行ってほしいところですが、はい、ではここから、新作ゲーム情報ですが、ついに来るのかグランドセフトオート6ということで、まあ、グランドセフトオート5が出たのがですね、ちょうど自分がこのチャンネルで、ジャストコーズ3を撮り始めたぐらいなんですよ。だから6年前ぐらいになるんですよね、もう。で、多くの人がGTX6 をやってる時に、自分はジャストコーズやってたんですよね。3をやってて。はい。なんで、あ、違ったかな。まあそうだったと思います、多分。で、ウィッチャー3なんかもその時に出ていて、割とオープンワールド系のゲームってその時に出てたんですよ。2015年後半から2016年前半だと思うんですけれども。はい。まあそれから出てないですから、割と久しぶりのナンバリングタイトルなんですよね。で、何かのそのロックスターゲームズのイベントの時に発表されて大きな話題を集め、ツイッタートレンドにも GTA6 っていうのが上がっていて、で、日本人もおついに来たかということでみんななんかつぶやいていて、まあそれを見たりとかしてたんですけどね。はい、まあナンバリング、これ GTA5 がバカほど売れてますからね。1億2500万本、もっとかな、1億4000万本ぐらい売れてるのかな。なんか、ゲーム史上最も売れたゲームなんですよね、GTA5 って。
なんでそれの最新作ですから、ソライヤ顔にもみんな注目すると思うんですけどね。はい、ロックスターゲームスは2月5日、グランドセフトオート5および、グランドセフトオートオンラインに関する、最新情報公開、この中で GTA シリーズの、新作を開発中であることを正式に発表した。新たなプロジェクトに取り掛かるたびに前作を大きく超えることを目標に掲げるとした上で、 GTA シリーズの新作開発は順調に進んでいると述べたとありますね。はい、なんで、まあ、これ以上もの情報はないんですけれども、まあ、追って話されると思うんですけども、まあ、言ってもね、例えば、ベセスダの、あれですね、エルダースクロールも6がもう3年前ぐらい の E3 で発表されて以降全然情報ないじゃないですか。本当に開発してるのかよっていう感じのレベルなんで、まあ、この GTA 6もどういう最新情報がこれから展開されているかいくかわからないですけれども、はい、まあ、期待して待ちたいと思いますね。まあ、面白いことは間違いないでしょう。5があれだけ面白かったんだからね。はい、なんでしかも5を持っている人が世界中にめちゃくちゃ1億人以上いるということなんでね、まあ、イヤガオにも期待しますよね。はい、楽しみにしたいと思います。そして、パズルクエスト3が3月2日に配信されるということなんですが、はい、オーストラリアのデベロッパーインフィニティ、プラス2が手掛けるパズルクエストシリーズの最新作、マッチ3パズルを使った1対1のバトルシステムと RPG 要素を組み合わせたゲームプレイが特徴のシリーズであると。本作はシリーズ1作目パズルクエストアガリアの騎士から500年が経ったエセリアと呼ばれる地下部隊ドラゴンなどの新たな脅威から王国を救うためヒーローが召集されるということで、はい、前作から500年が経った、ちゃんとそのストーリーがつながってるんですね。はい、まあ、スマホ版でも人気を博したタイトルなので、まあ、知ってる方たくさんいると思うんですけれども、まあ、日本語対応しています。早期アクセスが3月2日から、はい、始まります。はい、まだ値段とかは明らかにされてないですけどね。はい、続報を待ちたいと思います。はい、そしてですね、ファンメイドの作品なんでスチームページとかはないんですけれども、はい、ファンメイドでなんと、バイオハザード4がリマスター化されるんですね。なんか公式のバイオの4のリマスター版がちょっとしょぼくてなんか有志が募ってめちゃくちゃ高クオリティのバイオハザード4を遊べるようにしたと。ただこれは非公式なので、まあ PC ゲーム文化ならではの感じなんですけれどもね。名作 TPS バイオハザード4 PC 版のファンメイドリマスター、レジデント、イービル4HD プロジェクトが配信されましたと。このプロジェクトがは本作を愛する2人のファンが開発しているもの。開発者によると Steam で配信されているバイオハザード4アルティメット HD エディションはテクスチャーのほとんどがアップグレードされておらず、完全でベストな体験ができるようにしたいという目標のもと制作されましたと。だから一つの作品に対して思い入れが強いとファンが動くという、まあ、そういう PC ゲーム文化ってありますよね。まあハーフライフとかもそうですしね。ハーフライフはあのバルブの作品ですけれども、まあ、公式が動く前にスタンドアロン版とかがねハーフライフ無料で出たりとかして、まあ、このチャンネルでも紹介したことありますけれども、はい、バイオのようなものもカプコンよりも先にファンが動くと、そしてそれをなんと製品化してしまうと、まあ、製品というかあの多分無料で提供されると思うんですけれども、はい、こういうプロジェクトもある。なんか思い入れの強い作品なんかがね、あのファンの手にかかればリマスター化されるということなんで、そういうのもこう知っておくといいかもしれません。だからそのスチームページがあるだけがスチームゲームじゃなくて、まあ、そのなんかねいろんな派生作品とかもあるので調べていくと面白いんですよね。だからこうトップページだけじゃなくていろんなそのゲームのなんか気に入ったゲームの深掘りをしていくと意外といろんなゲームに出会うことになると思うので、まあ、ぜひそういうのも覚えていってほしいなとは思います。はい、そして、続いてなんですがリスクオブレイン2、
はい、このチャンネルでも幾度となく紹介させていただきました。生放送でもプレイしましたが、はい、拡張サバイバーズオブザボイドという、拡張パックが3月2日に配信されます。これね、ギアボックスって言って実はボダランの会社なんですよね。で、サプライズ的にリスクオブレイン2発表されるや否や、どうせえげつないことになってね、その時に確か発売日に自分はライブでプレイしたと思います。その動画も残っているので、ぜひそちらも見ていただければと思うんですけれども、で、まあ自分はボダラン好きなので、まあ、ギアボックス結構応援しているパブリッシャーの一つなんですけれども、まあ、そこの新作ということで、もともとこれ 2D のローグライクだったんですけど、それがレイン2になって電撃的に配信された時に 3D になったんですよね。で 3D になって、まあ変わらぬ面白さがあるということでめちゃくちゃ話題になって、これ同説割とたくさんあると思う。あ、今ちょっとログインしてないので出ないですけどね。あ、出るわ。13,574人同説なんで、まあ割とこのアクションゲームにしては、マルチのゲームだったら同説13,000っていうのはまあ少ないぐらいだと思うんですけど、こういうゲームでね、13,000っていうのはめちゃくちゃ多いと思うんで、まあ、人気の高さを知れますよね。まあ、こういうダウンロードコンテンツが出たり、新しいコンテンツが出るたびに、リスクオブレイン2は、ウィークエンドディールとかで、無料プレイとかも来るので、また再注目されて、同説が上がるっていう傾向にありますよね。まあ、どのゲームにも言えると思うんですけどもね。はい、日本語対応しています。はい、ぜひね、また3月2日前後になると、週末は無料プレイ来ると思うんですけれどもね。はい、ぜひ、ウィッシュリストに入れておいて、あと1ヶ月弱ぐらいですけどね、待ちたいと思います。はい、最新情報は以上です。まあ、この他にもいろいろあるんですが、まあ、自分がピックアップしたいと思った、最新情報です。また、来週ですね、土曜日か日曜日に配信したいと思いますが、その時の最新情報もぜひ追ってみてください。はい、ここから今週配信された主なゲーム、まあ、先週ですけれどもね、はい、1月29日から2月4日の、配信されたゲームを紹介したいと思います。まず1月29日ですが、ローグタワーというゲームが、リリースされました。本作はローグライト要素を合わせ持つシンプルなタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは、ボクセルアートによって描かれたマップ上に敵を迎撃するための施設を建設、集めた資金で施設を開放しアップグレードしていきます。各ゲーム中にはランダムなアップグレードを選択することができ、施設のダメージや射程などを向上させられますと、はい、これがね、なんか単純な絵なんですけども、もう発売するや否や非常に好評の評価がつけられていて、めちゃくちゃ人気あるんですよね。まだね、レビュー数こそ少ないですけれども、日本人も遊んでいてね、はい、結構な有名なタイトルになりつつある。だからこのようなこうローポリコンのゲームでもめちゃくちゃね、話題になると Steam では評価が一気に上がると。はい、同説もね3378と割と多いんですよね。はい、1520円で、提供されているので、ぜひプレイしてみてください。そしてね、もう絶対みんなこんなゲーム注目してないだろう、スルーしてるだろうっていうゲームなんですけど、自分はこれ取り上げたいと思ったんですけどね、これね、スマホ版で、結構宣伝とかにも出てきたタイトルですね。なんか見たことあるんですよね、コマーシャルで出たりとかね、宣伝で。はい、宮本 S というゲームなんですけれども、はい、カードとランダム要素を取り入れた和風単性ストラテジーゲーム。2018年に iOS 向けにリリースされた宮本の移植版。プレイヤーはターンごとに手札からカードを使用して 4×4 の盤面にユニットを展開。ユニットの攻撃やカードの能力によって相手のマスターを倒すと勝利となるということで、まあ、こういう限られたマス目で、はい、戦っていくゲームって割と Steam にもあると思います。まあ、カードがあからさまに出て、ここに手前に出ていて、そのカードをどのカードを切るかによって戦い方が全然違うという、まあ、スマホとかでもやりやすい、画面構成の、
デッキ構築のカードゲームって割と出てると思うんですけどもね。はい、1月30日リリースということで配信されております。インターフェースもちろんね日本語ありますし、はい、930円で購入できます。これいうのはね、動説がねもうちょっと上がるはずなんですよね、本来ならば。まあちょっと埋もれてしまって、割とその話題の新作とかにも出てないですし、ただなんか宣伝さえすればちょっとやってみようかなと思えるようなタイトルだと思うんでね、あの930円で安いのでね、はい、こういうのをこうピックアップしていきたいなと思いますね。はい、日本人もね一人だけレビューしていますが、はい、ぜひプレイしてみてください。はい、そしてこれ記事がなかったんですけども、これも非常に好評の評価がつけられているにもかかわらず、日本で取り上げている人がまあ少ないというか、プレイしている人も少ないゲームなんですね。はい、ソーラージェーンというゲーム、ゲインかな、はい、SF 系のねシミュレーションゲームです。街づくり系のシミュレーションゲームで、まあ、こんな感じの画面構成になってるんですけれども、はい、この感じで、まあワクワクするのであれば買いなのかなと。はい、でもね日本語がねちょっとサポートされていないので、なんとか日本人プレイヤーを増やして、こういうゲームってこう有志の日本語が慣れてる方割といると思うんで、はい、プレイしてほしいなと思いますけれどもね。はい、早期アクセス中で、10% を間もなく終わりますが1656円で購入することができるということです。はい、日本人のレビューがありません。ちょっと悲しいですが、でも絶対これなんかインフルエンサーさんがね、あのストラテジーゲーム好きのインフルエンサーさんって割といると思うんですけどね、 YouTuber でもそういう人がなんかプレイすると流行りそうな感じで、決して悪くないなっていう感じしますね、 SF 系で。はい、ぜひ注目してみてください。そして2日、はい、これもね実はね、ライフズストレンジリマスタードってめちゃくちゃ有名なタイトルなんですけれども、あんまりね日本でそうか出てたのかみたいな感じなんですよね。あまり取り上げている人がいなかった。はい、まあこれに関しては6年ぐらい前に出たライフズストレンジのリマスター版ということで、はい、スクエニさんが出しているんですけれどもね。はい、で、YouTube ではじゃあどこが変わったのかみたいな比較もあるので、テクスチャーとか変わってるんですかね、はい、まあ、見た目あの内容とかはもう変わらないですけれどもね。はい、動説も少ないですしね、もう一回こう人気再燃するかなと思ったんですけど、意外と落ち着いている感じですね。はい、まあそれだけこう両芸が埋もれているというか、こう極端なんですよね、こう人気のあるタイトルとかだけがこうピックアップされすぎて、でみんなトップページしか見ないから、 Steam ので、全然そのこういうゲームが出てることに気づかないっていうのが今の Steam の現状だと思うんですよね。まあ、それを打破すべくいろいろ Steam ラボで新機能が出て、まあ、なんとか掘り返すみたいな感じで、あの新作にも注目したり、旧作でも全然注目されていない面白いタイトルを発掘してもらったりっていう試みが行われてると思うんですけども、まあ、何せねやっぱりみんな忙しいでしょうし、そこまでね Steam だけに かかっているわけではないですから、こういうゲームがねどんどんこう忘れ去られていく現状がちょっとあるので、まあ掘り起こしに一役買えたらなとは思うんですけどもね。はい、5280円で購入することができ できますし、はい、最近ねあのトゥルーカラーズも出ましたし、先月去年の9月ね、はい、そして、ビフォーストームのリマスター版も今開発されているんでね、はい、ぜひ注目していただければなと思います。はい、そして正式ローンチ版ですけれども、はい、これは何ていうのか、カロンズでいいのかな、カロンズクリプトでいいのかな、イーブンデスメイダイというこのメトロイドバニア、なんかゲームボーイカラー風ですけれども、はい、本作は敵の体を乗っ取る能力が登場するダンジョンクローラー、ゲームボーイカラー風のグラフィックも特徴。プレイヤーは死を拒み錯乱した王によって地下室に封印された、カロン
っていいのかな、死そのものと考えられている存在となり、地上からの脱出を目指します。記事執筆時点では日本語未対応となっていますが、引き続き未対応ですね、はい、でもね非常に好評の評価で、あのアーリーアクセス段階では割と有名なゲームだったんですよ。はい、2020年6月5日、リリースが始まって晴れてアーリーアクセス卒業になりますなりましたけれども、はい、1480円とそんなに高くない値段でログライクゲームが楽しめるので、ぜひチャレンジしていただければなと思います。ダークソウル系なんだね。だから結構難易度高いのかもしれない。はい、そして100年王国というゲーム、まあ、これは最新情報でも、言っていたので、知ってる方いらっしゃると思いますが、本作は 6×6 のマスで表現された世界を開拓し、100年にあたる100ターンでどのような文明を築き上げられるか挑戦する単性シミュレーションゲーム、いわゆる拡大再生産と呼ばれる初期資源を投資することで資産を獲得し、その資産を使ってさらに投資して資産を拡大していくという種類のボードゲームがジャンルがベースになっています。どの建物に投資をして多くのリソースを獲得していくかがとらわれる高い戦略性が求められるゲームとなっております。はい、これに関してはね日本語対応していますし、まあ、1500円と高くない値段です。キャラが可愛い、うん、こういう絵好きですね。はい、いいんではないでしょうか。まあ単性シミュレーションゲームで100年という100ターンっていう限りがあって、その中で自分の実力が試される系のゲームって結構ね面白いですよね。緊迫感もあるし、こうダラ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 、まあ、シティスカイラインのように、まあ、一応その目標は設定されているものの、メガウラポリスという目標は設定されているものの、別にその後もできるじゃないですか。じゃなくて、まあ、100ターンという制限がある中で、じゃあいかにそれやっていくかっていうのはね、面白いところですよね。残り87年とか出てますけれども、はい、そういうこうシミュレーションゲーム、街づくり系好きな人はぜひプレイしていただきたいなと思います。はい、そして最後ですけれども、ダイグライト2ステイヒューマン、皆さんされてると思います。なんと同説がですね 181,442人を記録したことが明らかになったということですよ。はい、どうされますか。しかもこれすごいですよね。期待されていて非常に好評なんですよ。なんか最近はこう期待されてて期待値が高すぎてね、評価を下げるっていうことがありますよね。初期ローンチの不具合とかがあったりとかして。でもね、ダイグライト2はまあ延期で割とコロナ禍に泣かされましたけれどもね、期待に応えているというところで、さすがテックランドすげえなっていう感じはしますけれどもね。そしてこのニュースよりもすごいな、今27万人いってんだ。18万を記録したってめちゃくちゃ大々的に言ってたんですけど、さらに10万人近く上乗せされてますね。すげえな。はい、日本語対応しております。8770円です。わ、欲しくなってきたな、これは欲しい。前作を4倍近く上回る同説記録を達成と言われてたんですよ。前作 45,876 円、まあこれでも6人これでもすごいと思うんですけれども、はい、18万でもすごいし、さらに今27万でしょ。で今日のピークが、オールピーク、今までのピークなんで、まあ、どんどん増えてるってことですよね。日々更新されてるので30万これいくんじゃねえかっていう感じですよね。はい、何せこれずっとウィッシュリストの、みんなが入れてるウィッシュリストの1位にずっと いましたからね。だからまだまだ買ってない人もたくさんいると思うんで、これ最初にセールされている時にまた同説伸びるかもしれないですね。多分最初にセールされてるぐらいがニューダウンロードコンテンツとかニューコンテンツが多分ゲーム内で出ると思うんで、まあ、そうなったらまた同説上がると思うんですよね。こういうゲームは一通り遊んだ人と新規の人とでまたごった返すと思うんで、はい、でダイグライトって割と定期的にその週末無料プレイとか今後もやっていくと思うんでね、
元祖パルクールゲーね、どうなるのかわからないですけれども、はい、楽しみにしたいと思いますね。はい、ぜひプレイしてみてください。あのロロップキック健在かい。はい、ということで、今週配信されたゲーム、まあいろいろ出てると思いますし、まあストラテジーゲームが結構多かったかなっていう感じしますけれども、また、ぜひね、こう目立たない感じで実は密かに面白いゲームが出ていたっていうのが Steam の特徴なので、ぜひ新作はまめにチェックして、楽しんでみてください。ピンポンパンポン。はい、以上いかがだったでしょうか。だいぶねアップが遅くなりましたけれども、はい、まあね、YouTube なんで別にアップの時間にすぐに見ないといけないってことはないんで、まあ楽しんでくださいなということですね。はい、あ、ロックマンフランチャイズ今来てるんですね。ロックマンフランチャイズとして、まあコレクションとかも割と出てますし、ナンバリング11とかもあるんで、はい、ロックマン好きの方、ぜひプレイしてみてください。はい、まあウィークエンドディールもそうですし、まあミッドウィークマドネスとかもありますが、割とね、あのセール、まあ6週間が4週間になったってありますけれども、まあワンチャン逃したとしても、またすぐにセールされると思うんでね、はい、ぜひ遊んでみてください。まあ売上トップダイグライト2やっぱり強いですね。でエルデンリングがもうある。まあこの辺はやっぱり強い。ライズとかね、この辺がやっぱり強くなりますよね。はい、まあ今後出るものも控えつつ、やっぱりこう日々売上トップも更新するようになりました。まあそれこそね、グランドセフトオート5が出た頃なんかもうずっとグランドセフトオート5いつまで1位やねんっていうぐらい1位でしたし、そこまで多分売上トップの変動性がなかったんですけどね、新しいタイトルがその時に比べて出ている証拠ですよね、これだけ日々ランキングが変わっているのは。はい、今後もちょっと楽しみになタイトルもあるので、またレポートしていきたいと思います。はい、冒頭でも言っていましたが、金曜日はちょっとお休みさせていただいて、まあ、土曜日にまとめて配信するか土日に分けるか、それを今検討中です。まあ、3日間休みになるので、ね、別に3連休のうちの多分皆さんも時間があるときにアップすることはできると思うので、また楽しみにしていてください。ではまたその時まで、ユーロでした。バイバイ。週刊スチーム通信は毎週金土18時半、来週もまたご視聴ください。バイバイ。